はい、おはようございます。田村です。非常に蒸し暑いです。今日は2回目のもみすりです。よろしくお願いします。もみの乾燥が2回目終わりましたので、3日4日かけてゆっくり乾燥させました。で、もみの状態も 14% 15% ぐらいなので、ちゃんともみすりできるかなと思います。平置きの乾燥機でもみを動かさないで、熱風は1時間ぐらい送って水気をゆっくり飛ばすっていう感じですね。はい、ということで、これがもみすり機ですけども、やっと今年導入しまして、自分でね、やっともみすりできるようになりました。これがもみすり後の玄米が出てくるところになるんですけど、この中に網が入ってまして、その網で細いお米ですとか、草の種ですとかをより分けて玄米一袋を作っていくというような感じですね。このダクトは何かと言いますと、もみ殻が出ていくところです。では早速ね、ちょっとやっていきたいなと思います。はい、頑張ります。2回目のもみすりが終わりました。玄米はこのような感じですね。網を 2,3 回かけまして、何回も通して大きい粒だけ選んだものになります。2回目のもみすりも完了しまして、もう一回ね、もみすり機に通して、で網掛けをやっていくような感じです。今年お米からのもみ離れがちょっとね、よろしくないなと思ってますので、最後の最後までちょっと丁寧にやっていきたいなと思います。はい、今日は暑いのでね、午前中もみすりだけして、夕方は、片付け段取り、明日の段取りやっていきたいなと思います。はい、白米オンラインから新規ご予約いただいた皆様、昨日発送いたしましたので、大変お待たせいたしました。そして玄米オンラインでご予約いただいた皆様も、これから順次ね、発送作業していきたいと思います。直接お渡しの方も出来次第ご連絡となりますので、楽しみにお待ちいただければなと思います。よろしくお願いいたします。というわけで、引き続きお米の作業、頑張ってまいります。今日は以上です。いつもご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。